えー、こんにちは。えー、今回は、えー、6対3の、えーまあ、前回ですねあの難易度の調整の話をしたと思うんですけれども、えー、と今回はその、まあ、具体的な例として6対3の、まあ、難易度の調整ができる、えー、トレーニングの説明をしたいと思います。で基本的な話なんですけれども、えー、6対3で。 えー、それぞれコートを、まあ、1つの中で3つ分けてるんですが、えー、3人が入れるのはこのゾーンですねでここ3人が入れるで守備側の3人っていうのが、えー、ここで待たせるここに入っている守備側の選手はこの点線の中で のの動きのみですねで、えーと。ここの選手については、えー、ここのゾーンは守れるっていうような形になります。でまず一つ目の、えー、説明とするとちょっと難易度あの今回のト,レこのトレーニングの中でも人数を変えたり、えー、あとは、ま、ルールを変えたりとかその辺っていうのを説明しますので以上基本的な概要っていうのは今の話になります。 でまず、えー、守備側の、まあ、守備側が前に1枚で、えー、ここのパスカットを狙う選手が2枚で、えー、行いますで、ね、このトレーニングの狙いとしては、えーまあ、ボールを保持しながら、えー、逆のゾーンへ展開していくでまた1人入って 守備が1人入って、えー、2枚の選手パスカットを狙うっていうような、えー、トレーニングになります。でまあ最初基本的な内容だと、えー、6人攻撃側が6人、えー、守備側が3人なんですけれども最初はえっ、ー、と、えー、守備が、まあ、そのパスカットを狙う選手は 2人、えー。アプローチをしに行く選手っていうのが1人で、えー、これを基本にしますで、まあ、基本的にはあの奪いに行く選手っていうのは1人なので、まあ、余裕を持ってパスを出すことができますつな、まあ、ぐことはできると思うんですねただあの逆サイドに入れるときにはパスカットを狙う選手が2人いるので ここは正確に狙わないといけないと思いますね。正確に狙う必要が出てくると思います。はい。じゃあ、これは基本の形ですね。で、次がちょっと難易度を下げる場合ですね。難易度を下げる場合っていうのを守備側を2人にします。で、パスカットを1人。あアプローチをする選手を1人。 パスカットををすする選手を1人にしますそうすることでより、えー、人数がまああの攻撃側がちょっとうまくいかないとか、えー、思ったよりもあのボールが糸をする、えー、逆サイドに展開するとかそういうことがちょっとうまくいかないっていう場合はちょっと人数を少なくして、えー、より、えーまあ、テーマに即した。 テーマを理解させるために、えー、変化させるということも必要になってきます。はい、でもう一つはちょっと次がですね、まあ、6対3でもう少し難易度を上げる場合ですね難易度を上げる場合は先ほどパスカットを2人だったんですけれども、えー、アプローチできる選手っていうのを2枚入れます前にですね。 難しくなり難しくなりますので、より少し難易度は上がってきます。はい、いいですね。はい、で今回はちょっとあのまあ、えっと、トレーニングの内容とかその辺っていうのをちょっと説明させていただくので、まあその調整の仕方っていうのをメインなので、えっとまあ。 細か,い細かなですねあの体の向きだとかあとはディフェンスのチャレンジャーのカバーとかその辺っていうのはちょっと割愛させていただきたいと思いますので,、はい、で次が、えー、より難易度をちょっと上げるっていう場合には、えー、今は攻撃6枚守備3枚、まあ、これが基本になってるんですけれども今度は、えー、3人1組にして。 逆側の選手っていうのも色を変えます。で、えー、とボールを奪った瞬間に攻守を入れ替えるっていうようなルールが一つ付け加えられます。奪って次は今度は守備に入るので。 でその場合も、えー、とあくまでもパスカットに1人と、えー、守備は2枚なので2枚だけが入れるで奪いに行くで展開できたまたアプローチをしに行くっていうのが基本な形になりますでまたここで奪いました 取りに行くで切り替えを早くしていくっていうように切り替わるようなあのトレーニングになります。よりあの難易度が高くなってくるっていうふうに思ってます。はい。で、まあこのようにあの同じ六対三、まあ基本は六対三なんですけれどもえ、人数を調整したりとか、えー、あとはまああの守れるゾーンに の人数を変えたりとか、えーまあ、ルールを変えたりとかそういうことで難易度を上げたり難易度を下げたり、えー、調整するっていうことが可能になりますので、えーまあ、例えばあとはですね、まあ、応用としてはまあその途中で エクササイズの途中で今まではフリータッチでやっていたのを今度2タッチに変えるっていうこともそうですしあとはまあダイレクトに変えたりとか、まあそのえー、あとは人数を変えるですねあとは、えー、ですねはい、まあ、タッチ数などを変えるっていうのも一つの,あの応用なのかなっていうふうにも思ってます。 いろいろとあのトレーニングの中でもトレーニング中に、えー、難易度を変えていく難易度を調整していくということは可能なので、えー、参考にしていただければと思います。ご、はいえー、ご視聴ありがとうございました。